はい、暇人脱獄ブログです。今日はですね、Android を au のですね HTC EVO ISW11HT これのですね、ルート化のですねルート権限の取得について少し、レビューを交えてお話ししたいと思います。ご存知の通りですね、HTC 社製のこういったデバイスはですね、ちょっと独特のブートのシステムを取ってまして、ブート、まあ立ち上がりのシステムですね。他の Android のスマートフォンに比べて、ルートを取るのが難しい、まあ面倒だというふうに言われています。そもそもですね、この HTC EVO、まあアメリカ版だと 4G っていうんですけど、まあ、日本名で YMAX、EVO YMAX っていう、まあ、名称だと思うんですが、の場合、テザリングもできて、なおかつですね、アプリを使うと単体でスクリーンショットも撮れると、まあ、ルート取らずにそういったことが、まあ、できる時点で、あまり2.2 のデフォルトの頃は、ルートに関しては、まあ私個人的にもそれほど興味はなかったと。ところがですね、ご存知の通り、この度、すいません、立ち上がっちゃいましたね。この度ですね、公式で 2.3、まあ実質 2.3.4 になるんですが、で、アップデートされてですね、まず皆さん最初に気づくと思うんですが、今まで使えてましたその単体でスクリーンショットを撮るアプリが使えなくなりました。実は個人的にはこれが非常に痛かったので、ルート化、いわゆるルート権限の取得、スーパーユーザーですね、の取得をしようと、するしかないということで、そういう行動に至ったという経緯があります。で昔からですね、まあ、比較的できるということは知っていたんですが、まあ、その独特のブートで邪魔をしてできにくいということも知っていたので、まあ、そういった知識はあったということなので、もしですね、あまりそれほどそのルートに関して必要性がなければ、少しやめておいた方がいいかなというふうに思います。実際にですね、2.2 の頃ですね、いろいろいじっていた方が公式のアップデートでうまくいかなくて、すごく苦しんでるというような話もある板でいろいろ聞いています。まあそういった方はそういじるのが楽しいという方なのでいいと思うんですが、あまり興味のない人が手を突っ込むと結構痛いことになるかなと思いますんで、その辺は気をつけてください。で参考にですね、当然動きを見てもらって当たり前ですが、今現在公式の 2.3.4 ですね、まあ、アップデート済みでもうすでに作業はすべて終わってますんで、例えばこちらに、これがスクリーンショットを撮る単体で撮るアプリなんですが、シュートミー、それからスクリーンショット ER2、まあ、有名だとこちらですかね。で普通だとここでルート権限がないよと弾かれるんですが、スーパーユーザー取得してますんで、まあ、皆さんご存知の通りこれで撮影ができると。この動きはシュートミーを使ったことある方だったらわかると思います。そしたらこちらで逃げて、この辺のね動きはね結構サクサク、シュートミーで、今映したこちらですね、こちらが、今映したものになります。まあこういった感じですね。じゃあ簡単、本当に簡単です。ブログにですね、詳細はできる限りですね、ちょっと拙い日本語で申し訳ないんですが、分かりそうな
限り細かく書いてはいるつもりです。ただしあくまでもこれは自己責任なのでよろしくお願いします。ブログの内容を見ながらこの動画レビューを見てもらった方がよりわかるかなと思います。まずはじめにですね、基本的に先ほど言ったように HTC 社製の製品は、独特のブート方式を取っておりますので、そのブートを騙す、ブートの機能をオフにするというところから始まります。順序すればそのブートの機能をオフにして、オリジナルのリカバリーモードを追加してその状態で、ルート権限の取得の、ファイルを当ててあげると、でスーパーユーザーをゲットするというような流れになります。そのあたり、ブログと見ながら話を聞いていただければ分かりやすいかなと。まず一番最初の作業をすればね、SOFF という作業になります。これは先ほど言ったようにブートを逃げるという作業になりますが、こちらがですね、このように今回使う3つのファイルになります。真ん中がですね、レボリューショナリーといういわゆる SOFF に使うプログラムですね。これは ZIP ファイルになってますので回答します。で一番上が PC36IMG.ZIP、 これはですね、CWM といわれるカスタムリカバリーのアプリケーションをインストールするファイルになります。これは ZIP の形式のまま使います。で一番下に SU- と、これはスーパーユーザールート権限を取得するときに使うファイルになります。こちらも ZIP で使います。この3つはですね、ブログでダウンロード先が載ってますので取得してから作業をしてもらうといいと思います。で基本的には初めに PC を使って、こちら、これ実はですね、こちらのレボリューショナリーというこのファイルですね、データリンク完了、データリンク完了、これ実はこちら Windows 用の実行ファイルになります。ある条件で EVO をつなげた状態でこのプログラムを起動して、SOFF という作業に入ります。でこれを行うことによって、その独特のブートシステムを回避した、ブートローダーですねを立ち上げることができるという導入のアプリケーションになります。でこれで、避けるような形を取りますと、次々の、いろんなファイルを入れていくことができるということになります。で当然一連の作業をすると、PC 側のですね、こちらのEVOの方の動きになるんですが、すいません今終了して、ご存知の通りボリュームを押しながらですね、パワーボタンを押すとモードに入ります。こういったモードですね。これがですね、レボリューショナリーのブートですね。これが SOFFがもうできている画面になります。この辺はブログで、書いてありますので、そっちを読んでいただければいいと思います。でここでですね、こちらでこちらで、リカバリーと、リカバリーを選ぶとですね、こちらが CWM と呼ばれるですね、カスタマイズリカバリーのメニューが走るようになります。
これは再起動のちょっと立ち上がりにすごく似てるんですが、こういった画面ですね。で、こちらにですね、スーパーユーザーのファイルを読み込む項目であるとか、ちょっと見にくい、すいません。上から、3行目ですね。バックアップ&リカバリー。これ、リストアですね。すいません。これをやるとですね、システム丸々ですね、バックアップすることができるので、万が一何かアクシデントがあった場合に、いわゆる Windows のリカバリーみたいなことが、これを、アプリケーションというんですかね、プログラムを入れるとできるようになります。で、こちらから、指定した、このメニューを出すためには、先ほど言ったですね、先ほど言ったこちらの PC36IMG.zip、これが必要です。で、こちらを使用するとこのメニューを発生させることができる。で、このメニューから、上から3行目の FlashZip from SD カード、これを使ってこのスーパーユーザーの ZIP ファイルを読ませるふうになります。で、読ませてあげると、スーパーユーザー権限が取得できるという仕組みになります。動きはですね、非常に簡単で、やるとですね、そんなに実は難しくないんですが、失敗した時のダメージとですね、やっぱり思いっきりですね、言ってしまう可能性があるということで、若干躊躇するところはあると思うんですが、度胸のある方、自己責任で、我慢できる方などは、やってみればどうでしょうか。簡単にご説明しましたので、よければ、ブログの方を見ていただければ詳細に説明してあります。この辺ですね。暇人脱獄ブログでした。